錦織家、苦しみの復帰後2勝目、エアー K も飛び出し8強へ。 ATP チャレンジャーダラス2回戦準々決勝、右手首故障からの完全復活に向けて ATP チャレンジャーダラスに出場する錦織家。日本日清食品マティアス・バッキンガードイツとの2回戦をフルセット4-6、6-4、6-4の末に逆転勝利し、準々決勝に駒を進めたバッキンガーとの2回戦。相手の安定したストロークに苦しまされた錦織は、自分から打ちに行けないところはまだ復帰したてなので仕方がないと思うが、ミスも少し出てサーブの入りも悪かったために、1セット目から2セット目の中盤まで劣勢に立たされたと振り返る。一方でラスト数ゲームはいいゲームができた。こうしたタフな試合をしていく方が体への負担は増えるが、試合の中で得られるものは大きいと前向きなコメントも残してくれた錦織自身。今日の試合を30点と評するも、少しずつファンが待ち望む本来の姿に近づいていくことを期待したい。準々決勝となる錦織の次なる試合は、日本時間2月2日金曜午前10時より開始予定。相手はラッキールーザーで本戦入りした世界ランク295位ドミニク・コプファー、ドイツ。2回戦終了後には、いい試合ができたし、しっかりリカバリーして頑張りたいと話した錦織。どんなテニスを披露してくれるのか注目が集まる。ショットが安定せずに苦戦した錦織だが、終盤は球威も増し、第3セット第3ゲームではエアー K も見せるなど、随所に良さを発揮。復帰後初の大会制覇への道も見えてきた。